どうも、キョンです。今回紹介したいのはですね、ちょっとこちらにも映ってますけども、まあ鉄砲ですね。こちらあの無稼働実銃って言いまして、本物なんですけども、こちらはですね完全に発射機能とかも全部取り払われていて、完全に美術品として売られているものです。もちろん改造して撃てるんじゃないかって思われると思うんですけども、それも全部あのできないようになってまして、あの中の方も溶接されています。まあこちらはまた今度はご紹介しますけども、こういう無稼働実銃っていうジャンルの美術品を扱ってるシカゴレジメンタルさんの方から今回最新のカタログをいただきましたので、そちらを紹介したいと思います。こちらですね、こちらカタログですね。明らかに鉄砲、最新のカタログということで、シカゴレジメンタルさんで通販で購入された、もしくは登録している住所に無料で今回お届けするということで、メールが来てで届いたわけなんですけども、こちらですね、シカゴレジメンタルさんが今までに扱った無稼働実銃を載せていますね。こちらですね、どんな中身かと、結構綺麗に、まあ、全部お見せできないんですけども、こういう感じですね。過去に扱ったものは載せていますね。もちろん写真と名前、あとはどういう風に扱われてたとか後継など全部書いてあります。こちら特にですね、価格とかは書いてないですね。たくさん載ってるんですけども、一点物とか多いので完売してしまったのもあるんですけども、資料としての価値は非常に高いです。これはついてたやつですね。ついてた価格表ですね。そうですね、価格表は完全にこういう風に止まってますね。本当に価格が入ってます。表紙にもなってましたリボルバーとかですと、あの100万ぐらいするんですよ。さすがにそこまでは出ませんね。まああとは普通に小銃とか機関銃の値段も書いてありますね。まあこれを参考にしていただければということだと思います。こちら最新のカタログ、お店のホームページからあのこういうカタログの請求ができますので、もしよろしければいいかなと思いますね。資料的には本当に大変いいです。でですね、最新のカタログが800円、旧式のカタログもあって1冊500円になってますね。送料は310円からですね。お代引きとかもできるんですけども、手数料含めてまあ1000円になりますね。もちろんあの最新カタログと旧カタログのセットも販売しておりますね。もしあのこういう鉄砲、もしくは美術品として見てみたいなとか、サバゲーとかやる人、電動ガンとか好きな人もこういうのを見て手にしていいと思います。参考にしていただければいいかなと思います。結構本当に楽しめます。以上です。本当こういうあの最後の締めって本当に下手くそですよね。あのなんかないかなって毎回思うんですけども、本当に特にですね、ただダーって説明して終わりですね。はい、これだけです。本当ではまた。